けどね、今回、いやもうさすがに本当にね、26年間の、なんかこうギュッと、なんていうのかな、こう、エッセンスが詰まってる。なんか本当にちょっと感動しました。だからお母さんも、ぜひ、あの、<laughs> こ今回は見てください、ちゃんと。 はですね、もうあと放送日まで数日と迫ってまいりましてはい泣いてた3時間はきついですいやだってここ何年間か一緒でしょって言ったらさ違いますよお母さんこの実は僕ねもうね見,見たんですよ全部通して、うん、今回今回全部3時間いやここ数年 <laughs> 数年の 石田さん一応放送って中でも、群を抜いて、すごくこう、感動した。あのー、考えてみればですよ、今、高雪の年齢っていくつでしたっけもう40ね、えっと、2? そう、4十多分2か3。1か2で。そうそう、だから41、2かぐらい。2> 2まあまあ。2>, 2ぐらいになる。だからよく考えてみたら、 僕たちが中林さんと初めてお邪魔した石田さんゃ初めてお邪魔した年齢とお父さんお母さんと高幸同じなんですよ。やべだからあの時に既にもう9人いたわけですよ子供が <laughs> だから今の高之の年齢で9人いるって考えたら全く想像つかなくてやっぱりお母さんお父さんすごかったんだなと思って改めてあんまり 1+1 は次は2だよねっていう計算じゃなくて。うん 1>, で1からね10があったら1の間はどう動いてもいいけど、うん、最後に10になってちゃんと子供をね一人前にして世の中に出すっていうことを目指してればいいわけでう、はい、んでみたらねなんとかなるとこあるんだよって <laughs> で自分たちで何とかしようと思わないでみんなお願いねっていうぐらいの <laughs> 感覚で。実はね僕ねね僕見ながら、ね 5回泣いたんですよ、5回。泣くとかあったっけ ?5 回泣かしてもらいました。泣くとかあったっけいや、特にね、一番初めに来るものが、おばあちゃんとの再会、再会というかそのお見舞いのシーン。あれ、すごく良くて、良、えー、くてというか、ね、<だ>そういうとちょっとな私なんかさ、ばあちゃん白髪がないっていう。<laughs> いお母さんが見るとそうかもしれないですけど、 僕なんかほらもう二十何年前初めておばあちゃんに会って、あの時はもう本当にこう、なんていうか元気元気元気ありあまって、うもうね、それこそお母さんの子育ても代わりにおばあちゃんやっちゃおうかみたいな感じでね、ま、時々ね、あの、実家の方にも来て子育てつだったり。だからそういう歴史をずっと僕はもう目の当たりにしてきた中での、ね、多分視聴者の中でもね、あの当時のおばあちゃんの姿も多分知ってると思うので、 多分それとまあ今っていうふうにこうねこうした時にすごくやっぱ胸迫るものがすごくありましたおばあちゃんの表情とか,かその前に写真をこう送ってきてもらったのがあったんですよ。 ちっと膨れちゃってて、で,で、うん、今回見たらちょっと閉まってたんで「閉まってた」っていうことはいいな、<laughs> まあそのね浮遊してたね、はい、あの体も少しは閉まったみたいなんでちょっとあの大きめの洋服持ってっちゃって「うん、あの派手なやつ嫌だ」って言われた <laughs> ババアがババアの洋服着てどうするんだっていうあれなんだけど、でもね、やっぱり華やかにしてた方がね、顔が明るくなるしね、と思って、そう、ズボンは暗いよって言いう。そうだったそう、ババアだよ。いつもだと、あの、クリスマスのプレゼントお願いしますると時に、一応、あの、施設の方の人に何が足りないですかって聞いて、で、それを揃えて、あの、持っていくっていうのがよく、あの、あるんですけど、今回はちょっと行くね、のが早めだったんですけども、はい うん、一応一式用意して持ってったんですけどね。で次がですよ、これね、おっと思ったのは、意外なところで、俊治の恩師が出てくるんですよ。そこからね、意外な、へ<ー>そう。<ー>そこでね、再び僕の涙腺が崩壊してしまいましたね。はいやっぱりメインはね、俊くんの、まあ、 二人目。出産ということで。あの日だったんですね。俺知らなかった、それ。いやけどね、本当に今回も、ね、あの、瞬時も頑張ってましたよ。あの、お母さんが、どこが、どこがよくわかんないけど、ところだとは思うんですけど。でも、こちらも、あの、変な病気かかんないように必死で、はい、いやあの、呼ばれたら、 行くつもりでやってたから、ね、あの手出さないしもうあの呼,ば呼ばれたら行くっていう考えでだからできるだけどこに行くにもマスクしたりとか何したりとかって、ね、あんまり余計なとこどっちょしないとかっていうのは一応スタンバイだけはしてるあの,あのええー、とかいうことは言わないようにしようと思って <laughs> 今回はねおそらくおそらくというかその、ね、俊二君の2人目出産というのがメインの話になりますけど他にも。 意外とね、ユージ君のサプライズもありますから、ぜひね、ちょっと見てもらって、多分ね、お母さんには言ってないと思いますけど、まあ、番組見てもらって。ユージが言いたい、お前に金使ったんだからよこせって知ってるあ私、見るな、触るな、ほっといて、気持ちがあるならば、水に沈まない金をよこせっていう。えあなるほど それが今の私のキャッチフレーズ。ね、はい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 。いやだからその、ゆうじくんも、まあまあ、サプライズもありますし、あと、ちひろですよ、問題のちひろ。ちひろ。ちひろね、今回結構取材を。ちひろね、あの、知ってる人が、私今回二人いて、はいはい、まずパチンコ屋さんであったっていうのと、 <laughs> 今回最千尋君はうこの前パチンコで一緒だったんですよ、はい、とか言って、はいはい、あともう一人は昨日なんですけどあの工事関係の人が、はい、あのそこさりんの,の散歩してたら、はい、たださどっかで見たことあるって言ってからさい、はい、自分の知り合いかと思ってて一生懸命私言うから「いや違う」っていう話したら「<laughs> ああ」って言ってそしたら「あのー」 鉄骨関係を運んでる人だったみたいでおっ、はい、きな車がそこ走ってるどっから登ったんですかっていう感じでそしたら、あのー、伊藤先生達にもにも「運んでんですよ」って言って「知ってます」って言うからさ「うん、ああのー、うちのガキ結婚しないんですけどどうしましょう」っていう話をして大笑いしてたんですけど <laughs> うんでまあね、あのー、あとはもう本当にフラダンス VS 乗馬ですよね今回またあっまたやってらっしゃるんだ、まあ、ということでお母さん 11月さあ何日放送十五15日夜7時間何時間一応3時間3時間そうです11月で今井君が泣いてましたっていうもう連絡止は別の意味で泣いてますからねだっていやきついです3時間はきついですって騒いだんでだからその分だけ去年よりは年取ったのが去年そんな話してなかったよなってあいつ自分で取材してきて 自分で、まあ、編集して構成立ててそれを見て自分で泣いてますからね <laughs> いやこのこの取材の時こんな苦労したってそっちの方で泣いてんのよ <laughs> もう一つずつ一つずつこれはねこんなあれだっていう土曜日はっきり言ってね私あのこのテレビになった瞬間には商品だと思った時は「どこの家の面白いね」で終わっちゃってそれないですか商品じゃないですって商品だから重要文化財ですから <laughs> でそうそう 今回はお母さんね、サブタイトルといいますか、まあ大家族石田さんち、まあ密着26年、で、新たな命も誕生っていうサブタイトルもありますけど、その他にも、人生は続くよ、どこまでもスペシャルっていうね。いや人生は続きますよ、お母さん、まだまだこのまま。だからそういうこう、今回はまあ人生、それぞれの人生に割とこうスポットを当てて、ね、こう、まあ生まれてね、人が、赤ちゃん生まれてっていうこともそうですし、 いろんなこう子供たちの人生、お父さんお母さんの人生にもスポットを当てたいつまでもどこまでも続くよっていうね。変な程度あの価値観を決めつけないで生きていってほしいなって思うんですよ。はい、生きていく、ね、生きていくのにね、はいはい、もう絶対こうだっていうふうに決めないで、はい、あの片足はね真ん中にビッとあの突っ込んでもいいけどもうどこにでも動けぬようにあの泣いても一生、笑っても一生で今日 テレビ見てもうわーって笑ってもらったらあのその笑いがね体のね活性化になるんでそうしてくれればいいなって。